今シーズンもありがとう今日。いよいよですね、 J リーグ最終節ということで、本日味の素スタジアムにやってきました。本当に1年早いもので、気づいたらもう最終節になってました。今日はアビスパ福岡との一戦になります。東京ガス体制ラストの試合ということで、節目の試合にもなります。まあ今シーズン本当いろいろあってね、苦しんだシーズンでもありましたけれども、来シーズンにつなげるため最後勝って、ファンサポーターチーム一丸となって今日の勝利を喜び合いたいところです。それでは今日の観戦動画スタートです。最終戦頼むぞ東京。スタジアムグルメ紹介させていただきたいと思います。お前見てください、このマスク、 J リーグタイトルパートナーのこの明治安田生命さんのマスク、こちらいただきました、ありがとうございます。ぜひ入ってください皆さん、保険に、はい、いやいやいや入りませんか、生命保険に。僕みたいないつ怪我するか分かんないんで、はい、僕も検討したいと思います。今回私が選んだグルメがこちらです。じゃらん、こちらですね、ベトナムの名物料理、このバインミーを選ばせていただきました。私ね、このパクチーとか入っててこのバインミー大好きなので、このお店に行ってましたね。はい、じゃあいただきます。うん、うん、俺のアップだからね、食感がね、いろいろ楽しめます。お肉とか、あとこのもやし、もやしじゃないです、これ間違えました、大根大根、間違えました、すみません。大根とか人参とかパクチーとか中の具材が豊富なので、いろんな食感が楽しめます。あとはね、味付けが素晴らしい、甘辛い、ちょっとでもピリッとしたこの味付けが肉、野菜、すべての具材をつなぎ合わせるような役割を果たしていて、素晴らしい一品になっています。もしこちらのバインミー、英語で例えるならばピグアウトになります。これは食べ過ぎてしまうっていう意味ですね。でピッグっていうのは、まあ皆さんご存知の通り動物の豚です。だから豚がこうガツガツ食べるような様子から、ビッグアウトっていうのは食べ過ぎてしまうっていう意味になったそうです。これだけ美味しいバインミーだったら、本当にたくさん食べ過ぎてしまうことは間違いなし。このミカバインミーさんのバインミー、肉大盛りにさせていただいても1000円切って950円、いやーお求めやすい。皆さんも味の素スタジアムにお越しの際は、ちょっとねこのお店毎回出店してるかどうかわかんないんですけども、バインミー食べてみてはいかがでしょうか。本日も大変美味しくいただきました。最終節もごちそうさまでした、ありがとうございました。今回ね、最終節ということでグルメも豪華にいきたいと思います。サポーターファン仲間の方からこちらいただきました、こちら食べてみましょう。今回の青若パークのグルメの中でもかなり話題になってました、鼓団子さんのいちご大福です。あの中村北斗選手ですね、まあ今も引退されてますけれども、やってらっしゃることでも有名な店舗さんですね。はい、どうぞ。結構大きいですね、顔と比べて、顔と比べてとかじゃなくて、そしたらちっちゃく見えちゃう結構大きめのいちごが、まあちょっと表現あるかもしれないけど、刺さってる状況ですね。いただきます。深い深い、あ、美味しい。酸味と甘みが絶妙なバランスになってますね。まあ、いちごがね、甘さがあるので、それに合わせてかわからないですけれども、あんの甘さが、本当に絶妙な甘さ加減に抑えられて、口の中に入った時の、この二つのマリアージュが最高です。このいちご大福、英語で例えならば、クラムアップになります。これ、押し黙るって意味ですね。クラムっていうのは二枚貝のことですね。で、その二枚貝が閉じた様子っていうのが、もう人が黙ってる様子に似ていることから、押し黙るという意味になったそうです。思わず、無口になってしまう。なるほど、じっくりと味わいたい素晴らしい一品になっております。まあちょっとこちらいただき物なんで、ちょっとお値段とかいうのはちょっとね失礼になってしまうので言わないですけれども、大変おいしくいただきました、ありがとう、ごちそうさまです。皆さんもぜひ食べてみてください、ごちそうさまでした。アビスパ福岡の選手の中で一番好きな選手をぜひお一人ずつ教えていただいてもいいですか。私は山岸優也選手、友達がユニフォームを買うっていうことで、一緒の選手を買ったんですけど、今シーズン、その山岸選手を見て、熱いとこがかっこいいなって思います。どうですか？キャプテンの前広之選手で、ボランチでチームを引っ張ってくれる感じが、アビスパの心臓って感じで、めっちゃ好きです。お姉さんどうですか？10番のジョーゴ選手です。サブの顔として。頑張ってくれてるので、来年福岡に行く FC 東京のサポーターに向けて、なんかもうおすすめの観光スポットとか、あとなんかおすすめのもしお店とかあれば。鹿島がやっぱ今結構話題になってて、そのインスタ映え結構有名なので、ちょっと遠くはなるんですけど、海も綺麗なのでぜひ来てください。おすすめのスタグルとかありますか？トイスラゴスっていうブラジル料理屋さん、ソーセージとか美味しいです。福岡勝つぞ、負けないぞ。今シーズンの福岡さんの戦いぶり振り返っていただいて、ファンとして率直な感想を聞かせていただいてもいいですか。お兄さんどうですか。まあ今までは J1 があってもすぐやっぱ1年延びてるって言われてて、
まあ、今年も正直あれだったんですけど、長谷部監督のこと選手みんな頑張ってくれて2桁順位に来たっていうのはすごくファンとしても嬉しいです。お兄さんどうですか？自分は思ってた以上に選手たちが活躍してくれてたんで期待以上だったなって思います。今シーズンの MVP 誰になりますかね？前キャプテンです。守備も攻撃も重要なところで必ずいてくれる、まあ、そんな選手ですね。お兄さんどうですか？ファンマ選手です。長崎時代と大宮時代からずっとファンマ選手好きだったんですけど、今シーズンも要所要所で決めてくれてたんで余計ファンになってます。 FC 東京でちょっと警戒したい選手どうですか？やっぱ長い選手ですね。スピードあるんで、ちょっとうちのディフェンス陣結構スピード速い人は苦手かなっていうイメージもあるんで、ちょっと長い選手は怖いです。どうですかお兄さんは？僕も長い選手怖いなって思います。福岡勝つぞ、負けないぞ。FC東京からぞ森森さんに来ていただきました。ありがとうございます。どうも、はじめまして。ハロンさんずっと YouTube 見てました、はい、いやめちゃめちゃファンなんで。いや僕こそあの相乗りも見させていただいてました。逆にファンです。あんなくだらない番組。いやこれ使って大丈夫ですか？使って大丈夫ですか？とても素敵な、はい、素敵な番組ですよね。ピンクの車に乗った番組を見ていただいて、はい、いや本当あのワゴンに乗る僕憧れだったんで。本当ですか？背、はい、高いんで、はい、多分頭ガーンってぶつかるんですよ。いやでももう書類審査落ちますよねこんな感じだと。いやいや多分即受かります。いや絶対的と言ってますよ。特徴、個性がある人が受かるんですよ、はい、じゃあちょっと森森さん推薦ってことで次応募させていただきます。今シーズンの FC 東京振り返ってみて、なんかファンとしての感想とかってどんな感じですかね？昨シーズン比べるとタイトルが取れなかったっていう心残りはあるんですけれども、まあ、1試合1試合選手たちの戦う姿を見て触発されたというか、仕事にも頑張ろうっていう気持ちにもなったので、来シーズンはぜひシャーレとルヴァンダッシュをお願いします。最後になんですけども、はい、今シーズンのゴールの中で一番なんか記憶に残ってるゴールこれとかってありますかね？それ間違いなく J1 リーグ第2節のセレッソ大阪戦なんですけども、あれ3対2で逆転したんです。0-1でビハインドだったんですけども、田川選手が相手のゴールのキーパーをミスを誘うような全力ダッシュで1点決めたじゃないですか。特にあの田川選手の気迫あふれるダッシュとゴール、あれが僕の中でのベストゴールです。お時間いただきありがとうございます。ありがとうございます。東京勝つぞ。ありがとうございます。FC 東京からず見てください。今シーズンの福岡さん、もちろん今日一緒あるんですけど、はい、振り返っていただいてファンとしての率直な感想とかってどうですか？これまでこれまでずっと5年周期で1年で上がってすぐ落ちてる繰り返しで、で5年周期をやっと今シーズン終わらせてくれたので非常に嬉しいです。来年も一緒に FC 東京さんと戦えるのが嬉しいです。ありがとうございます。素晴らしい意見ですよね。ありがとうございます。じゃあお兄さんに質問なんですけど、はい、今シーズンの福岡の MVP 誰になりますかね？キャプテンの前選手、攻守にわたってパスも守備も全部やれるんで安心してみれます。 FC 東京の今日対戦相手の選手の中で警戒したい選手一人挙げるとすると誰になりますかね？森重選手ですね。経験が豊富でうちのフォワード陣がどのくらいやってくれるのか注目です。じゃあお兄さん、ズバリ今日の予想スコア、どうでしょう、何対何ぐらいになりそうですか？8対0で。うまい、顔アップにしちゃうよ。ポンピーのせいだろ、こんなこと。やっぱ福岡のおすすめスポットとか、美味しいお店とかなんかあったら、ぜひ一つ教えていただけます。自分たちの住んでるところに、源氏の森温泉ってとこあるんですよ。この温泉のサウナと温泉が良くて、ぜひとも福岡に行った時は行ってほしいです。福岡市からだとどれぐらいかかりますか？まあ、1時間ちょいはかかる。なるほどなるほど。福岡絶対勝つぞ。いや欲しいって来た。欲しいでしょ、さすがに。キックオフ10分前になってまいりました。今日注目はですね、インタビューでもやっぱりね、怖い選手上がれてました永井選手。そのスピードで福岡のディフェンス陣を切り裂いてゴール奪ってほしいです。永井ゴーゴー行きましょう。それでは最終節必ず勝って終わりたいと思います。みんなナスコメしましょう。行くぞ東京、立ち上がってみられ歌おう。今シーズンラストの試合、残念ながら勝利で飾ることはできませんでした。最後に東キャプテンも言ってましたけれども、リーグタイトルを取るということを目標に臨んだシーズンでした。まあそこで残念ながら9位という形で終わってしまいました。まあルヴァンカップもね、惜しいところまで行ったり、いい試合ももちろんあったんですけれども、まあ怪我人が多く出たりと、まあいろいろあってちょっとね、停滞感もあるシーズンではありました。まあまたね、来年から、まあ、ミキシーさんがメインになって大きく変わっていくことと思います。まあどのようになるかわからないですけれども、 FC 東京をこれからも愛し続けるという気持ちは全く変わらないので、来年こそタイトル取れるようにまた応援していきたいと思います。ちょっとね、オフシーズン東京の試合なくなる寂しいですけれども、また楽しみに来シーズンの開幕待ちたいと思います。いや、そして対戦相手のアビスパ福岡さんも素晴らしかった。まあ、特に私印象残っているのは七選手、あとファンマ選手ですね。また来年対戦するのを楽しみにしています。来年はぜひ福岡遠征も行きたいと思います。皆さん今シーズン本当お疲れ様でした。今シーズンありがとう。今日また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。この動画いいと思ったら高評価お願いします。